はい、どうもうさぎの森のさです。今回は自宅でできる練習レベル1ですね。ドラムセットを使わずに練習パッドだけでできる練習をご紹介したいと思います。聞き手と聞き手じゃない方の手も鍛える練習を兼ねてますので、ぜひともチャレンジしてみてください。練習パッドも持ってないよっていう方は枕か雑誌などを使ってやってみてください。はい、でですね、ここに練習パッドがあるので、これを使ってやっていきます。はい、ということで、早速解説しながらやっていきましょう。よろしくお願いします。はい、それでは解説の方に入っていきたいと思います。まず全部で4小節の構成になってます。使う音符は8分音符と4分音符のみです。はい、で、まず最初の1小節目なんですけど、8分音符が8個です。続いて2小節目は8分音符が 6個と4分音符1つです。で、3小節目と4小節目は1小節目と2小節目と同じことします。ただ手順が入れ替わります。反対になるということですね。ちょっとここにパッドあるんで、ちょっとこれ見ながらやってみましょう。ではまず1小節目が8分音符8個です。1と2と3と4と、これで8分音符が8個です。続いて2小節目が8分音符6個と4分音符1個ですね。1と2と3と4、これで終わりですね。で、僕は右利きなので今右から入っていったんですけど、次は、同じことやるんですけど反対の手から入ります。なので3小節目は8分音符8個ですけども、反対の手から発信ですね。1と2と3と4と、はい。で、4小節目は8分音符6個と4分音符1つで、反対の手からやると1と2と3と4とです。この4小節をひたすら繰り返します。はい、それではじゃあメトロノームに合わせてやってみましょうか。まずテンポ100からいきますね。いきます。1,2,3,4,5,はい、という感じになります。これをどんどんテンポを上げながらやっていくんですね。じゃあ一応次は120でやってみましょうか。120ですね。いきます。これで120です。頑張れる方はもっともっと上げていってください。例えば160とか。
160ですね。もう200とかね、もう言ってください。200超えてもいいです。といった感じでですね、こういった練習をやるわけです。まあ一応これ自宅で練習パッドでできるエクササイズレベル1なんですけど、テンポが上がってくるとレベル1ではなくなるのかなといった感じですけど、まあいきなりねテンポを上げても意味ないので、まずはゆっくりからねやるようにしてください。はい、といった感じで、ちょっとした、練習のご紹介でした。ありがとうございます。頑張ってください。それでは。